今日はですねギャラリー、はい、その中でも世界でメガギャラリーと呼ばれるすごく大きな力を持ったギャラリーをいくつか紹介したいと思います。メガギャラリーだけで回せるぜ、うん、そうですね、まさにこれももうギャラリーというよりは美術館かなというような規模の作品展示をしてます。今回のアート講座は編集者の中村志保さんに講義をお願いしたいと思います。どうぞお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあひろきさんプロフィールお願いします。はい、中村志保さんです。日本の大学で美術史を学んだ後ロンドンの大学でファインアートとメディア学を専攻、美術手帳ブルータス、アートニュースジャパンなどのメディアに携わり、現在はアートを中心にエディター、ライターとして活動されています。じゃあ今回はどんなテーマでのお話を聞かせていただけるんでしょうか。はい、今日はですねギャラリー、はい、ギャラリー、はい、ギャラリーについてお話をしたいと思います。ギャラリーといってもアートギャラリーですね、うんうん、ご存知かとは思うんですけれども、アートギャラリーというと、まあ作家さんの作品を展示して販売するところだと大きくは思っていただければと思います。はい、調べてみて面白いなと思ったんですけれども、ギャラリーっていう言葉、まあ、アートギャラリーだけではなくていろいろなところで耳にする言葉だったりしますよね。でその語源っていうものをちょっとどんな意味があったのかなというところを、まあ、諸説ちょっといくつかは理由語源っていうのもあるとは思うんですけれども、まあ、古代ギリシャ時代の紀元前の時代まで、はい、遡るとは言われていて、まあ、お城なんかをこうアレクサンドロス大王が例えば建てると、うんうん、その時にはこう建物の周りをこう囲むような回廊、うんうん、廊下みたいな場所ですねが作られたということです。でそこにその時に芸術作品とは呼んでないですけれども、こう作品を並べてみんなで見た、うん、こう廊下を通る時に、でそこがもう起源としてあるということです。うん、じゃあだから空間のことというよりもそういうこう、うん、ある種通路というか、そちらがギャラリーの語源になる。そうですね、もともとはそういった通路といったところで、こうそこから派生して作品を見るといった形で、今に至るという形ですかね。やっぱり着席して何かを鑑賞するというよりも、まあそのね、ギャラリーだったり、まあ、その美術館の中でもこう自分で歩きながら作品を鑑賞していくっていうやっぱスタイルが定着しているのは、うん、ここがつながってるって、ね、つながってるんじゃないですかね。確かに。なるほど。今日はその中でも世界でメガギャラリーと呼ばれる、うん、もうすごく大きな力を持ったギャラリーをいくつか紹介したいと思います。今ではですね、まあ、三大ギャラリーといえばっていうような言われているところがあって、うんうん、それは、まあペースギャラリーというところ、ガゴシアンというギャラリー、うん、でもう一つ加えるとするとハウズ&ワースというギャラリーになりますね。うん、他にももちろん大きな力を持っているところたくさんあるんですけれども、うんはい、まあ、そもそもメガギャラリーっていうとメガっていうとすごく大きい、うん、という言葉だと思うんですが、うん、ここに出ているように、うん、圧倒的な財力と展示スペースを持っている、うん、でまあ高名な所属作家がいる、でさらに一箇所だけではなくてグローバルにチェーン展開のように支店を持っているようなイメージですね。うん、これはもう世界中にそのギャラリーを持っている、うん、そうですそうです、うん、まあ、もちろん大都市になることが多いのと、うん、毎年こうアート作品が世界で売買される世界の市場を見てみるとシェア率っていうのはもう圧倒的にアメリカが多いので、うん、どうしてもアメリカのギャラリーが力を持っているということにはなるんですけれども、はいうんはい、なのでこう世界のアートマーケットを動かすような力を持っているようなギャラリーとなります。うんそうですよね、財力と展示スペースがあって世界中にギャラリーがあって、うん、場所とも人ともつながっていて、うん、で作家ももう高名だと、うん、もうメガギャラリーだけで回せるぜと、うん、そうです、まさに。なのでやっぱり顧客にはもう相当な資産家の方から、うんまあ、王室関係者もいたり、うんまあ、あまり公にすることはないですけれども、うん、そういった関係がコレクターの方と築かれている。でまた、ですね、美術館の展覧会をするときにもキュレーターの方がこう次はどんな展示をしようかなと考えるじゃないですか。その時にも意外とこうギャラリーで新作を見て新たな作家を知って、うん、であこの人次使おうかなというような相談をギャラリストにしたりもすることがあるということをよく聞きます。
その、まあ、三大メガギャラリーが、まあ、その世界の、まあ、アートのマーケットを、まあ、動かしているっていうことは、このメガギャラリーの作品だったり今扱っているアーティストとかを見ると、もう世界の、その潮流がなんとなくもう、はい、分かる、理解できると、ね、おっしゃる通り、うん、日本とかはどうなんですか、うん、そのギャラリーとして結構力持ってるところとかある？もちろん国内とかアジアに名前を知られているというところはたくさんあるんですけれども、うんうん、やはりこう世界の市場で力を持っているというと、うん、そこまではやはりまだまだかなというのが正直な印象ではあります、うんうん、ギャラリーが担っているあのピースっていうのはすごくあの重要であるっていうことですよね、うんうんうん、で一方で、あのじゃあそこに、まあ、作家として、まあ、どういうふうなこう向き合い方をしていくかっていうのは、うんうんうん、まあ、そこにすごくこううまく乗っていく、戦略的にっていう方法もあるだろうし、うんうん、あえて、まあ、そことは違うオルタナティブな、まあ、動きを目指すみたいなことも作家としてはあったりするだろうし、うんうん、そうですね、ただいずれにせよ、まあ、無視はできないっていう、無視はできないですね、それは間違いないですね、うんうんうん、例えばなんかその話で言うと、じゃあアートマーケットとかアートにおいて、うん、まあ、そのメガギャラリーに所属してるっていうことが、うん、まあ、例えば美術館で展示をやるとか、うん、芸術祭に出るとか、うん、そういったことにこうどういうふうに働くのかとか、うん、有利に働くのかとかっていうのは現状どういう感じなんですか？そうですね、もちろんあの展覧会とか芸術祭にメガギャラリーに所属してるからといって呼ばれるということでは決してないですし、一概には言えないですけれども、やはりあのメガギャラリーに所属している作家となると、そのギャラリストが目利きが認めた作家さんということになるので、まあ世界的に知られる機会が増える、評価されたんだという認識が広まると考えておけばいいかなと思いますね。2つぐらいそのメガギャラリーというのを最後パッとご紹介して、まずあのペースギャラリーというアーネ・グリムシャーというギャラリストが1960年にニューヨークで創業したギャラリーです、うん、で今9軒ですかね、世界にこの各都市に支店を持っている、うん、どんどん拡張を続けているギャラリーでして、一番新しいのがソウルですね、はいはい、にも拠点を持ったということで、すごくソウルもすごくとあの注目されている都市なんですけれど、でその、まあ、本拠となるニューヨークのこのビルが8階建てのこの小さなビルなんですね、うん、8階建てのうちの5階部分を展示スペースとして使っていて、中にはこうお客さんを呼んでこうディナーパーティーとかイベントができるようなスペースだとか、うん、まあ、すごくあの美術書が豊富なライブラリーがあったりして、うんうん、まさに美術館顔負けというか、で企画展なんかもやはり行うんですけれど、グリムシャー自身もコレクターであったりするので、自身のコレクションも一緒にこう展示をして展覧会を行うような、でその展覧会自体にももう注目が集まっていると、買うだけでなくというのはすごく大きなギャラリーが一つ有名です。もう一つ、ガゴシアンという、こちらもっと店舗が多いんですけれども、今19件かな、うん、さっきのペースギャラリー60年に設立されて、そうですね、これは80年、80年、うん、ボブディラン、そうなんです、ボブディランも最近あの絵を描いてということで、そうなんですよ、所属していたり、ちょっとそういった話題性のあるミーハーなところも少しあるかなというのが面白さでもあるギャラリーなんですが、もう今のアートマーケットっていうと、ギャラリストではラリー・ガゴシアンというこの、うん、もうおじいちゃんかなになるんですけど、名物ギャラリストというような人 でこちらもそうそうたる顔ぶれ あの所属作家がいるんですが、こういった形で展示をしていて、まあ、とにかく広いスペースがあるというのが特徴ではあるので、これももうギャラリーというよりは美術館かなというような規模の作品展示をしています。はい、リチャード・プリンスという人気の作家の作品もやはりすごく天井高が高かったりするので、大型作品を取り扱っているということも大きな特徴だと思います、はい、こういったギャラリーが海外にはたくさんあるという、ガゴシアン、ガゴシアンにも、まあ、もちろんその現代アーティストというか、まあ、亡くなっている作家さんの作品もいっぱいあるじゃないですか、うん、はいはいはい、で、かたや、まあ、その生きている作家さん、うん、クンズとか、まあ、日本人の作家さんもいっぱいいましたけども、うん、面白いなと思って、うん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 、なんかこう作品をこう、まあ、買い取ってなんかこう紹介してみたいなこともやりつつ、うん、その過去 の、まあ、その作品も持っていると、うん、そうですね、うん、ただちょっとそこは
分ける必要があるというか、例えばそうですね、今生きていらっしゃる作家様を使って新作を発表するっていう場合は、その株式市場と似ているんですけれど、まあ、一時プライマリー の、 あのマーケットと呼びます。で例えばもう、ラリー・ガゴシアンなんかはジャン・ミシェル・バスキアとすごく親交があったということで今も取り扱いをしていたりするんですが、まあ、作家は亡くなってますよね。で彼の作品に関しては、例えば どなたかがもうすでに一度持っていた作品が手放されて、でそれが二次市場ということでセカンダリーと、はい、呼ばれますが、その同時に両方の作品を扱っているギャラリーというのもたくさん存在しています。そういう意味ではなんかもうほとんど美術館にやっぱ近すぎているというか、美術館でウォーホルとかバスケを見るように、まあ例えばフェイスとかガゴシアンでそういう過去の名作を見るみたいなことが起こっているわけですね。そうですね。いやちょっとどんどん喋りたくなりますけど、まあそうですね。というわけで本日の講義は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。